ラスル TV。 もぐもぐ。どうもラスルでーす。時々大食い健康生活ということで、今日もね食らっていくんですけれども、本日は一緒に出てきてもらいたかったあの方と、コラボということで、こちらです。どうぞ。ゼレゼレ、どうもー、すすめです完全俺の手法でやってるじゃん。そう、完全にもうモロパクリということで持っていかれたもん本人と一緒にモロパクろうという企画でございます。はい、はい、さあ本日ですね、本人と来て、食べていくのはこのお店です。ドン。東急田園都市線三軒茶屋駅より徒歩3分ぐらいにあります、麺どころ善さんにお邪魔してます。この麺どころ善さんなんですけど、はい、僕も一回来てて、でスル君は初めて。俺は初めてです。なんか有塚さんの店主の石井さん の、はい、の新店舗ということで、なるほど、全く新しい業態に変わって、ラーメン屋さんを出したということで。なるほど、楽しみ楽しみ。スル君はもう決まってる食べるもん。俺はもうさっき決めました。了解です。僕ももう決まってるんで早速押していきましょう。Let's go。 さあ、麺どころ善さん、食券制です。最新の券売機を、すするが先に、プシュー。ラスルはメニューが多いので、口頭で注文。全部でお願いします。先に食堂したすするを眺めつつ、流行りの味をやりながら待っていると、来ました。一品目は特製鶏そば、鎌倉野菜が美しい。早速いただきます。まず一口目は、スープから。とろみのあるしっかりと出汁の染み出した濃厚かつ上品なスープ。これは麺との相性もバッチリ間違いないでしょう。早速我慢できずに麺をすする。にゃっぽーい。甘みのある麺に上品なスープが絡みつき、鼻から頭へと鶏の香りが駆け巡ります。どんどんとすり欲が増す一杯。ラスルの箸も止まりません。彩り豊かな野菜たちと吸っていると、あっという間に一杯目を完食です。続いて到着した唐揚げを食らう。サクサクジューシーな唐揚げは鶏にこだわるお店だからこその素晴らしい一品です。唐揚げをいただいていると、自家製豚餃子に肉が到着。有塚さんでも大好きな一品でした。早速ですが、中をご覧ください。ふわっとしたこの見た目、もう我慢できません。しつこすぎず、しっかりと風味のついた餃子はお酒に合うこと間違いなしです。続いて到着したのは自家製鶏しそ餃子。早速こちらも、食らう。ニンニク餃子とは違い、鶏肉を使用しているためさっぱりしており、シソの清涼感が心地いい一品。この綺麗な焼き目もまた美味しさを引き立てます。思わず2個同時にパクリといただき、餃子も完食です。続いて到着したのは鶏皮ポン酢。プルプル食感の鶏皮とさっぱりとしたポン酢の味わいがほっと一息つけさせてくれる優しいおつまみです。そうこうしているうちに、本日2杯目のラーメンとなります全そばが到着。ついに来た2杯目のラーメンを早速食べていきましょう。鶏そばよりもさっぱりとしており、時間を問わずに楽しめる一杯となっております。細めですがパツッとした麺はスープも心もわしづかみにしていきます。そうこうしているうちに2杯目のラーメンも完食。濃厚すぎないためあっさりといただきました。続いて出てきたのは油淋鶏。酸味と辛味が合わさり、さらに食欲を増す一品となっております。ここでいろんなアングルから油淋鶏を楽しむスツールをご覧ください。すする君、セクシーショットありがとうございました。そうこうしているうちに最後の油淋鶏も完食です。続いて到着したのは自家製ベビースター。まずはこちらをお聞きください。カリカリに仕上げられた麺はスナック感覚でいただけ、おつまみとしてつい頼んでしまう一品。
そうこうしていると3品目の麺料理となります濃厚味噌つけそばが到着。先ほどのラーメンとは違い、つけ麺用の太麺となっております。早速ですが、つけ麺をすっていきましょう。うん、タピオカ粉等が練り込まれたこちらの麺はプルッとした弾力のある麺で、濃厚味噌との相性は抜群です。さあどんどん吸っていきましょう。最後に取っておいた鶏肉を食らい、具材は完食です。つけそばには割りスープがあるので、こちらもしっかりと注文。具材、スープともに最後まで楽しめる嬉しいサービス。濃厚な味噌に鶏だしがさらに加わり、締めに優しい汁物へと変化しました。そんなこんなで麺、具材、スープともに美味しく完食させていただきました。続いては新メニューとなります卵かけご飯。魅力的な様子をしばしご覧ください。トロットロの卵に醤油を回しかけ、早速食らう。やめー。トロトロ卵と醤油の相性も良く、卵成人の僕にはたまらない一杯です。もちろんこちらもあっさりと完食をさせていただきました。続いて到着した砂肝ジャーキーをポリポリとつまんで待っていると、来ました、最後の一杯となります特製鶏つけそば。彩り豊かな野菜たちと見るからに濃厚なつけ汁。先ほどの太麺がこの濃厚なつけ汁に合わさると思うと、もうたまりません。見てください、ラスルのこのワクワクとした表情。編集をしているとちょっとイラッとします。それでは早速お楽しみの麺をすっていきましょう。先ほどの味噌とは違い、しっかりと鶏の旨味を閉じ込めた濃厚な漬け汁となっております。お店おすすめの味変方法があるということで、まずは岩海苔をスープに加えて食すべし。早速お店おすすめの味変をいただいていきましょう。磯の風味が加わり、ガラッと印象が変わります。続いてはオリジナルの黒七味をメインに振りかけていただいてみたいと思います。辛みと香りが加わり、さらに上品な一杯。野菜と絡ませると甘みも加わり、さらに深い味わいへと変化します。あまりにも美味しいつけ麺に箸を止めることなく、どんどんと吸ってしまい、あっという間に最後の鶏肉となってしまいました。こちらもしっかりと割りスープまでいただいて完食。大変美味しくいただけました。ラーメンも一品物もしっかりと作り込まれた料理たち、幸せな時間を過ごせました。それではごちそうです。はい、ごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでした。ありがとうございました。いやー、麺どころ全さん食べてきたんですけど、はい、僕は一応全メニュー、全メニュー。メスル君は僕は特製鶏そばを。特製鶏そばね、はい、本当によくスープが絡んでね。そうね、スープがめちゃくちゃ絡む、うん、まあ、スープがそもそもとろみがあって結構濃厚っていうのもあるんですけど、濃厚でもそんなにしつこくなくいただける、最後まで美味しくいただきました。さすがプロ。いやいや、何回も撮り直しちゃってるから。これもどうせめっちゃ編集して、編集ブチブチでちょうどいい感じになるから、ね、はい。でも本当にあの麺だけじゃなくて、おつまみもたくさんあってね。あ、そうね、酒も飲めるんで、うん、一緒に飲みながら、すすいながらなんていうのもいいかなっていう。ありあり、絶対あり。もう締め入ってますよ。締めっていうか、まあね、これからちょっと
たしなんでやろうかなと思って。じゃあ僕を当てにして飲んでください。なんか気持ち悪いな。